赤、アイオリス人、アイオリス人は、イオニア人、ドーリア人と並ぶ古代ギリシャを構成した集団の一つ。紀元前2000年頃に、ギリシャ本土中部テッサリアとボイオティア地方から、レスボス島に移住し、さらにアナトリア半島西部に植民し、12のポリスを建設した。ギリシア神話上では、アイオリス人という名はそにあたるアイオリスに由来する。彼は、 ギリシア人すべての祖とされるヘレーンの息子である。史実としてはギリシア語のアイオロスに由来する。彼らは古代ギリシア語の方言の一つ、アイオリス方言を話していた。紀元前3000年頃にドナウ川流域から移住してきたと考えられている。ヘロドトスによれば、アイオリス人はもともとペラスゴイ人と呼ばれていた。もともとアイオリスと呼ばれた地域の一部であるテッサリアをこっちと、 する、アイオリス人は、早期の古代イギリシア部族の中でも、最も人口の多い部族として、たびたび言及されている。アイオリス人の一派ボイオーティア人は、テッサリアから、テッサリア人に追われて、ボイオーティアに移った。アイオリス人は、アイトーリア、ロクリス、コリントス、エーリス、メッシニアなど、ギリシア中に分散した。ドーリア人の信仰の際には、アイオリス人は、 テッサリアからエーゲ海を渡ってレスボス島へ逃れ、さらに小アジアに渡った。この地は彼らにちなみアイオリスと呼ばれた。紀元前6世紀末頃からはペルシア帝国に支配され、さらにセレウコス朝、シリア王国やタロス朝ペルガモン王国の支配を受け、ローマ時代以降には衰退していった。ありがとうございます。